中村城は、栃木県も大岡市にあった中村市の鎌倉、室町木の館。県指定史跡。現在は、新温州地山派の女さ山、宝玉井返上寺の境内。この境内には、伊達騒動を題材にした、NHK 大がドラマ、もみの木は残ったのモデルになった古木がある。 栃木県指定文化財、中村城から掘り東西415メートル、南北455メートルのほぼ方形の地が上域とされ、周囲に幅8メートル、深さ後、6メートルの空掘りが巡らされた大規模な中世漁師の上官跡である。欧州達市の祖である藤原智宗は1156年は藤原市本家の荘園でもあった中村荘に住み、 中村八万宮の南東に館を築いて、中村僧を管理し、中村太郎と呼ばれたとされている。長沼文書の兼務2年4月10日付後第五、天皇の臨時の中に、中村正治党、小栗家門女しげさだとある。現行3年5月9日に、六原丹大法上中時が自害した時、伊佐寺部進む党も自害しているので、この時と考えられる。安元年には、 宇都宮氏綱が鎌倉に反対して破れ、本領が3分の1になったとあり、この時、中村省は、有機領になった。そして、影響12年の有機合戦の結果、再び、宇都宮領になったと思われる。天文13年10月7日に、水谷万流祭政村によって、中村日向入道幻覚が攻め落とされたとする説がある。しかし、水谷万竜期には、 父の治む持ちが厳格を打ち取ったとあり、関西重州諸家府の治む持ちの不分に、猿山の合戦後、中村十二号が結城、水谷良になったとある。猿山合戦は大英六年であるので、この年が廃城と考えられる。同年、宇都宮直綱は、武田寺部、大輔信隆に、中村上奪会のために、水谷忠志村の本局下田城を攻めさせたが、 城を奪い返すことは叶わず、中村城は廃城。中村寮は水谷市の領地となった。栃木県教育委員会。栃木の文化財。栃木県教育委員会事務局文化財課。2017年7月25日閲覧。伊達市の祖である、日立入道年西については、ともむねとする説のほか、その小宗村とする説もある。栃木県もおかし もうかししもうかしし編さ委員会。ありがとうございます。